ちゃん、みちちゃん、ウィンさんさんからのお散歩ボックが届いたよ。やったー。豪快に届いちゃったみたい。大きいよね。おいしそうなんだろう。ジャックも見に来た。なんかお出かけ用のキャリーバッグでオープンになるタイプ、すごいお財布だよ。ピリピリ。にゃんだろう。チャックよ。ツッコミ。見て見て。ミッキーちゃん、こんなに。まあ、ジャックが入るのはちょっと難しいと思うけど、ミッキーちゃんが。お散歩の時ぴったりのサイズだと思います。オフにしてロゴが入っている。ジャックがスリスリの真似してる。入ろうとしている。あ、わかった。ビデオで見たから入ろうとしている。ジャック当たってはいる。入れたら入れてあげる。このバッグはこんな風にお願いしたら刺繍をしてくれます。字の色も選べるし、ひらがなとかカタカナとか英語とか字体も選べるんだよね。嬉しいね。モフニチブランドみたいじゃないけどなあ。オープン、嬉しくって先にオープンした。見て見て、中には、あ、これは、ハーネスとか首輪とかつけて、このサイドのポケットには水筒を入れたりとか、おー、ぴったり、大好きなおやつを入れたりとか、後で食べよう。そうできます。持ち手も背負い型のリュックで作りがしっかりしています。こんなウエストのメガネベルトまであるね。すごい機能的。上の方が開いて覗き窓もできます。散歩バッグはお出かけの時はもちろん、病院、沖縄災害が多いので台風の時とか、どうしても移動しなきゃならない時に便利です。そして何より名前が書いてあったりするので何かと心強いです。ミッキーちゃん入ってみようかって。ジャックジャック、一緒に入りたい？ミッキーちゃんが入るとこだよ。あら、かわいいね。もう二人で入ってな。気に入った。出てモフニチ。ここはメッシュになっているので中がよく見えて通気性も抜群だね。開けてみようか。ほら窓がある。いいね。そしてなんとよいしょ。ここにしたらお家にもなるよ。お家。
マネキンさんに知ってもらおうと思います。お、いい感じ。ミキちゃん、ミキちゃん、ウイストにはベルトができます。おい、探検のお供。